さて、こちらの方はね、上の方まだ緑の羊毛をもうちょっと埋めて、ガラスを3、5レイヤーくらいね、重ねれば終わりなんですけれども、ちょっとあんまりね、経験値ファームとして、経験値をね、得る施設としては使いづらい、ね、この設定もちょっとラグいのもありますし、なので、ゴーレム君に活躍して、金を貯めてもらう施設として、稼働することにします。なので別にね、経験値の専用の施設をね、どっかに作りたいんですけれども、スケルトンだとね、ちょっとやっぱり時間がかかるので、一番いいのは多分エンドにね、エンダーマンファームを作るのは多分一番早いと思うんですが、それまでに長い道のりになるので、あとね、クリーパーの爆薬、火薬だっけが欲しいんですよ。なので通常のモンスターでやりたいっていうのもありますし、まあ、エンダーパールも便利ですけどね、なのでちょっとね、この近くっちゃ近くですけど、200マスぐらい離れたところの海の上にね、ちょっと建てようかなと思います。金のね、この金塊も無事、1チェスト埋まって、こっちはもう2チェスト目が埋まりそうです。ちゅうことで、ね、ちょっと経験値としては使いづらかったのが問題でしたね。もう次作る時っていうか、こんなでかいの作るつもりないけど、またはもう自動でねやってくれるシステムにしようかなと思います。で、経験値ファームはね、あそこなんですよね。ちょっと遠いですけど、あそこね、もう360度海なので、で一番、低いところで30ぐらいのね、ディープオーシャンってことで、非常にね、地上の湧き潰しがいらないっていうことで、まあ、ここから128マス上げて、だいたいね、この海の高さが63ぐらいじゃないかな。63プラス128なので、163まで、ブロックを積み上げてですね、後で壊しますけど、その上にプラットフォーム立てて、そこで、まあ、モンスターを沸かせようかなという魂胆でございます。よし、でゲートでつなげればね、いきなり上に行けると思うんで、よいしょ。ちゅうことで、ここからちょっと確認しとこうか。今の高さが65ですね。海の高さがってことは64、63になるんですね。やっぱ63なんだ。じゃあ128プラスすると、まあ128じゃなくてもいいですけど、まあね、結構深い海なので、100マス上げよっか。165に立てる、あたり一面もう何もないのでね、あそこがありますけど、どうしようかな。じゃあ128の上に立てちゃうとね、モンスターの脇があんまり良くなくなるっていう問題がありますけど、多分ね、そこでしか湧けないと、かなり湧いてくれると思うんですよ。なのでちょっと落ちてる程度なので、しゃがんどこか。170ぐらいがいいんじゃないかな。あとね、あの建物の上もちょっと明るくしとかないとモンスター湧きますね。今 Y が120ぐらいですね。あと50マス60マスってことかな。よいしょ。あとでね、壊しやすいように砂でやってます。じゃあ上までカット。さあ170まで来たよ。170まで、ここは削られても困るから、ここプラットフォームにしようか。170を、よいしょ。で、プラットフォームはね、いつも私丸石で立てて、よいしょ。下からは見えないでしょ、これ。多分。ね。多分見えないと思うわ。よいしょ。昼間だと変わるかな？ちょっと。じゃあ、ここにね、16×16 ぐらいのプラットフォームを丸石でまず作って、作ります。よし。でこの上に、箱、大きい暗室作ってモンスターが落ちてくるようにするということで、周囲にね、どこも湧く場所がないので、モンスターはその上の箱でしか湧けないということですね。多分十分湧いてくれると思うんですが、じゃあやります。 16×16 ですね。
応マーキングしとくか。ここが、中心部分としてエンチャントテーブル、チェストエリア、ポーション、ポーションはいいか、ポーションも入れる。22マス落とすんで多分大丈夫だと思いますけど、あとはまあ、あのテレポーターを設置する感じですかね。よし、じゃあそこまでカット。さて、ちょっとアイテムが尽きてしまったので、ここで中断して一回下に行きたいと思います。ここにゲート立てたんで下でつなげましょう。390 X が395の Z は0なので、その場合ってどうなんだろう。 Z って8分の1にしても0だよね。X が40なのでもっと向こう、なんか何か起こったらしい。ちょっと待ってください。X が49か。Z が0。Z0 っていうことは、ここら辺？ここか。で、Y が、あ、X が、いや、もったいないな、これ。よし。ちょっと、50まで掘りますか。49かな。よし。49の2、0から2って感じ。これでつながるかな。つながんなかったら悲劇だね。お、つながった。OK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 。よし。じゃあ、下との行き来ができるようになりましたね。とりあえず。このネザーラックがね、いつも作業すると溜まっていくんですけど、いらん。これなんか使い道あるんですかね。暖炉にぐらいしか使ったことないんだけど、ネザーレンガを作成することぐらい。あとはちょっとアイテムを下から取りに行かないとダメかな、これじゃあ。よし、真ん中がそこでしょ。じゃあちょっとアイテム取ってきますね。 OKOK。 じゃあとりあえず繋がってよかった。つなげ方はね、X と座標を見て、XYZ を8分の1した数をネザーにちゃんと作成することですね。そうすると綺麗に作れると思います。こんな風にね。128マス以内にバンバンあるんですけれども、そこと、地上とネザーの、ね、座標を一致させると、ちゃんとつながりますんで。ということで、まずは何取ってくるか。石と、砂岩が必要かな、これは。よし、ちょっと作業中に落ちてしまったのでちょうどこれを壊しに来ました。壊そうと思います。壊しに来たわけじゃないですけど、落ちたので。よいしょ。さあ、あ、アイテム拾えないって話だね。砂もったいないな。ちょっとなんか落とす。もうレッドストーントーチぐらいしかないね。あー、これ60個以上あるね多分。あー、行っちゃった。まあいいや、ちょっと落ちちゃったってことでまた上に戻りたいと思います。上に戻る方法がありません。よし、あ、ネザーゲート使えばね、簡単ですけど。経験値ファームにできなかったのは残念ですけど、ちょっとラグいのがね、ちょっと痛いので、ここの周りはすごい溜まりようですね。あと金のインゴットがね、全然、まあ、彼らが殺してるうちは全然手に入らないですが、あの湧いてる量がね、もう半端なくて、ラグい。もっとちっちゃいやつでよかったですね。ちゅうことでですね、私は何をしに来たかというと、上のね、トラップタワーの原型を作るのに、また羊毛で色付けするので、今度は青でしようかな。この上のあの感じと全く同じ、色が違うだけになると思いますけど、箱は。まだ青いブロックが多分必要だな、これは。本当にシンプルなやつにしようと思います。モブを沸かせるシステムとしては。
モブ自体はね、なんていうのかな、暗室で湧くんですけど、効率を求めるわけではないので、ただもう超シンプルですね。水、水路に落として、ね、真ん中に集めるという単純なシステムでございます。上はね、ちょっとここで使う分の木だけ確保するために、ね、材料、木がなくなったら下に行かないといけないので、それは面倒くさいということでね、ここで使う分だけの木はここで確保するということで、ちょっと拡張しました。で、ジャックオーランタンが一番最後ここですね。 OK、 じゃあこれ壊しちゃっていいな。よし、それでですよ。じゃあそろそろ取り掛かりたいところ、そこ直して、またチェストをどこに建てるかですね。全部何種類あるんだろう。ちょっと待ってください。アイテムはゾンビがランダムで落とすんですよね。そのアーマーとかなんかいろいろ変なもの、あとスケルトンも落とすのか。クリーパーが火薬と、スパイダーが糸と雲の目、全部で1、2、雲の目、糸、火薬、骨、弓矢。いや、ちょっとそれをソーティングするのはちょっと大変だな。トラップタワー建てた時にやりたいですね、そういう。これは経験値ファームでそんなにたくさんアイテム出ないと思うので、まあ出るとは思うけど、ただチェスト設置して終わりかな。あ、それかコンパクトなソーティングシステムにしようか。あんなでかいやつじゃなくて、そんな溜まるとは思えないんですよね、チェスト何個分も。なのでチェスト2つ分ぐらいで終わらせられるタイプにしようか。そうしよう。で、ちょっと準備します。チェストが多分10何個必要ですよね。さて、まずね、最初にアイテムを収納する場所から作っていきたいと思います。ちょっと考えてましたけど、スケルトンとかね、なんだっけ、ゾンビくんがね、アーマーを着てる場合、アーマーをドロップして自動で回収するとね、すぐチェストがいっぱいになっちゃうのと、選別するのに時間がかかるんで、どうしようかも悩んでたんですよ。全自動、まあ、アイテムね、ポコってこっちに出てきちゃうかもしれないですけど、ちょっとそこは試してみないと分かんないです。とりあえず全自動にしてみて、問題があれば修正しようと思いますが、弓ですね、弓とか、あとアーマーとかね、いらないものは全部ここに詰め込めて、あとでまあこの下にサボテンかなんか入れて、ポイポイ捨てられるようにしようかなと考えております。でやっぱそこ手動でやらないとね、弓矢とかも選別できればいいんですけど、あのスタックできない、その64個とかね、まとめ丸1とかこれ今持ってるでしょ、このダイヤのツルハシとかもこうやって重ね置きできないんですよね。そういうアイテムはね、選別対象にないので、残念ながら、そこはちょっとね残念なとこなんですけど、ちゅうことでやっていきたいと思います。ここちょっとね、掘り下げてっていうかね、ブロック置いたんですよ、頑張って。で、まあ、全自動にするつもりなので、まずは向こう側に伸ばしていってですよ、このホッパーから向こう側に伸びていって、よいしょ、どうしようか。ここまず、よいしょ、こっちでアイテム拾ってもらって、あそこに勝手にしまわれるようにしたいわけですよ。まあ、そんなアイテム出ないのでね、いいと思うんですよ、私。やらなくてもいいと思うんだけど、やりたくなっちゃうっていうね。ホッパーが死ぬほど必要なので、これ。この遊び。よいしょ。遊びっていうかなんていうかわかんないけど。よいしょ。で、こんな感じで繋げますよね。でもうすぐホッパーなくなっちゃうね、これじゃあ。もっと作ってくれよかったかな。そうだね、ちょっと作りますね、すいません。よいしょ。鉄はいっぱいあるんで別にいいんですけど、ちょっとこれじゃ絶対足りないね、間違いなく足りないね。チェストはね、たくさん作ったんですけど、よいしょ。さて、作ってきました。よし、ですよ、まずホッパーをこう伸ばす。でその後どこに連れていくかですけど、このホッパーを、よし、とりあえず向こうに持ってかないとダメですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
それで、ここと。で、ここ、トーチ置かないと、多分雲が湧くんで、よし。よいしょ。さて、これで OK かな？はい、OK と。ふぅ、まず、一つ終わりました。仕事が。まずこっち持ってくるっていうのが一つと、こっち側でそのアイテムを選別するというのが一つですね。それで次はここ掘ってですよ。アイテムエレベーターをここに設置しないといけないと思うんですが、まずこっちを先に、組み立てないと、どれぐらい幅が必要なのかわからないので、そうね、じゃあ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。ほっ。あ、チェストをね、こういう風に並べるためにはトラップチェストが必要になります。トラップチェストを作るためには、トリップワイヤーフックとね、なんていうのかな。チェストを2つ必要ってことですね。まず、レギュラーチェストを置いていきます。よし。で、違う種類のトラップチェストなら隣同士で置けるので、こんな感じで置いて、2つでいいと思うんだ、多分2つでいいと思うんだ。ダメかな、そんなたまらないと思うんだけどな。たまるかな、3つにする。一応3つにするとトラップチェストがもっと必要ですね。2つでいいや、2つでとか言って後で増やすのがめんどくさいんですけどね。よし、じゃあこれでいきますね。よいしょ。それで次はですよ、ここに選別するシステムを入れるんですけど、ここはこれでいいのか。一番最後はどこにも行かないので、よいしょ。であとは、別の方向を向いてるホッパーが必要ですね。こうやっていって全然関係ないとこ見てるホッパーを用意して、よいしょ。でこの支えのブロックは削って、あ、削んなくてよかったのか、あ、削った方がいいですね。でさっきの関係ないホッパーの下に1個ブロックを置いて、よいしょ。この形だとね、積み重ねられるっていうかね、できるんで便利なんですよね。こうやっていって横落ちちゃったよ、もう。下が海でよかったねっていうね戻ってきます。じゃあ、ここまで伸ばしてきてるんですけど、そうですね、ここにドロッパーを使ったね、アイテムエレベーターを導入する予定です。よし、じゃあコンパレーターをここに置いていく。よし、それであとは丸石、あー、レッドストーンが足りないっぽいな、ちょっと取りに行かないといけないかも。知れません。足りないね、多分。ですよ。よいしょ。よいしょ。それで、もう一つこっちか。ここにレッドストーンパウダー。よし。で、ここにリピーターが入りますね。リピーターの前に、よいしょ。ここを置いて、トーチ。このシステム自体はね、ちょっとコンパレーターのとホッパーの仕組みを分かってないとなかなか難しいですね。ホッパーの中に入ってるアイテム数のによって信号の強さが変わるというのを利用してるんですね、これ。アイテムが規定数以上に入ったら時のみ、信号を下まで伝えるということで、ホッパーを、起動するということなんですけれども、その計算方式がね、なかなか難しいので、考えついた人は頭がいいですね、これはね。誰が最初かわからないですけれども。よいしょ。さあ、丸石がないぞ、丸石が。空で遊ぶときは全部ね、持ってこないとダメですよね。もう丸石ないんだ。じゃあ石でいっか。見えないし。よし。
やばい、また またストライクになるとこだったよ。よし、じゃあここ石だけでしょうがない。で、ここにも置かなきゃいけないので、そうですね、どっちにしろ取りに行かなきゃダメか。じゃあもまた取りに行ってきます。じゃあそう、ま、あ、丸石取ってくるの忘れたよし OK、 よし。で、ここのね、今トーチが上にあるホッパーにそれぞれの規定のアイテムを、入れて、関係ないアイテムを21個ずつ入れるという感じですね。関係ないアイテムを何にしようか。丸石をいつも入れてしまうんですけど、今回丸石がないな。じゃあこれでソーティングはできますね。で、次は、この上にさらにホッパーをつなげて、向こう側からのね、流れてくるようにしなければなりません。で、いつも忘れちゃう、食べるのあ、俺の肉俺の肉よし。ここからホッパーがつながるんですが、ここに置いちゃうと丸見えなんですよね。かといってここにするか、しょうがない。どうやって隠すかですね、そのアイテムエレベーターを。でも小さくできるな。わかった、よし、じゃあちょっとチャレンジしてみます。ちょっと横から見えちゃうかもしれないけれども、ここに繋がってればいいんでしょ。どこに繋がればいいんだ。ちょっと待ってください。そこですね、了解。ここに繋がっちゃダメだよね。これいらないよ、これ。そこからホッパー出てきて、そこに繋がるんだから。ちょっと待ってね。じゃあまずドロッパーまでの、違うな。ドロッパー、俺の。もうやだ、アイテムなくなっていくの。よし、こうですね。で、押し上げて上まで連れていくという感じですね。1234、頭が邪魔。よし、56で7個目をもうドロッパーにしようか。こうやってふむ。それで、あそこに、OK。これで OK ですね。で、次はですよ、アイテムエレベーターなんですが、そっか、ここにあるんだよね、1個目。これは難しいぞ。これは難しい。どうしよう。下にブロック置かないといけないんですが、ちょっとこれ、また落ちちゃうかも。ちょっとやりますね、頑張って。ですよ、ここにね、ブロックを置かなきゃいけないんですよ、この下に。よいしょ、こうやっていって水使うとね、下からでもブロックが置けるんですけど、これで大丈夫かな。水から出るとね、落ちていっちゃうね、ドロッパーは無理今。よいしょ、これで大丈夫かな。ダメかな、これじゃ。多分大丈夫だと思うんだけどな。下に1個つけなきゃいけないから、そうだよね。よし、じゃあこれでここと OK、 なんとかなりましたね。で、まだですね、ここも削って、ちょっと作業場を増やさないとブロックが置けないよという。どこまで使うかだね、これ。でもこれも一応立ててるとこだからね、お見せしたいんですけれども。サバイバルで立てるのは大変ですよね、結構ね。よし。で、ドロッパーの下にね、置かなきゃいけないんですよ。ドロッパーの一番下をパワーをつけないと発射してくれないので、こうして、で、コンパレーターでしょ。アイテムが、アイテムが、ここに入った途端にパワーをオンにして、
ね、コンパレータが出力して次のブロックにつなげて、ここで、上に上げていきます。上にトーチタワーを建てるんですが、その下にですねこんな風につなげて、パワーが来たらここのトーチもオンにカチ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 してもらうということにすれば、1マスでいけるんじゃない？よいしょ、こうやってよいしょ、でここからトーチタワーですね、よいしょよいしょよいしょ、なんかドロッパーについてないじゃん、パワーいってないよこれじゃって、まあまあ待ちたまえっていうまあまあ待ちたまえ、よしこれで次で終わり、次で終わりだね、よし。で最後にですよ、このトーチタワーからパワーをもらって、ここでしょここでしょ、足りねえよし、これ一つ飛ばしでいいんですよ。なんでかっていうと、ドロッパー自体にパワーを送ってると、ドロッパーがブロックなのでその上にもねパワーがいってるわけですよ。なのでこれで OK で、また落ちたら嫌だからここ塞ぐ、急いでこれで出られない、出られない、よし、下から見ると木があってなんか嫌だなこれ多分、まあいっか、よし終わった終わった、これでとりあえず動きますね。アイテム入れると、あ動かないよ、まだまだ動きません、申し訳ない、ガセガセです、ガセ、よし、ここもよいしょよいしょ、このトーチタワーは見えちゃうね外からね、うん、まあいっかまあいっかっていうね、よし。さて選別のするためのアイテムを1個ずつ入れていきたいと思います。今回の、いらないアイテムはこの棒にすることにしました、よし。でまず、この火薬はもう終わってしまったんですけど、この2段目のね関係ない向いてる、関係ない方向を向いてるところのところに、関係ないアイテムを21個で、選別したアイテムを1個入れるということで、このホッパーに中に入ってるアイテムの総数が常に22をキープするように、で23個目のアイテムが上から、ホッパーが上のホッパーが吸い出したら、ここが23個になるので、23個以上のアイテムを下に送るという選別が可能になります。ちょっと口で説明するのは難しいので、まあ、コンパレーターのお勉強をしないとダメですね次が骨なので、骨で21個の余計なアイテムで、あとなんだっけ、よいしょ、次は、もうこれね、スケルトンスポーナーのとこで作ったので一回もうそっちの方、どれぐらいそっちの方でどれぐらい詳しく解説してるかは全くわからないですけども、完全にため取り状態なので、21個もいらなかったね喋りながらやってる、何やってんだ、分かんなくなってる、21個もいらないの、1個でいいよ、よし、お終わりーっと。定期的にここのチェストを見ておかないと、あの弓矢とかがたまってすぐたまってしまうので、まあ、とりあえずオートでやってみますけど、ダメだったら、まあ、このメインの5個のアイテムのみで、あとここになんか特別チェストを用意して、ここから手動でね、ここのチェストにね、この目の前にあるチェストに物を入れると、選別されるっていう感じ、この5つのアイテム入れるとそれぞれのチェストに入るっていう感じに直そうかなと思います。とりあえずねオートでやってみようかなと。よし、じゃあここを隠しますね。何色にしようかなと、いやそれは後ででいいか、それは後でにしよっかちょっとね今ねないんですよね、木の色が。ハーフストーンぐらい乗せておく、スポーナーを早く作れって話だけどね、また川山用ですよいつも通り、私こういう風なとこからいつも始めるので、
よし、すぐ稼働できるようにまずアイテムとか貯められる施設を慎重に作ってからですね。やってもうた。よし、まあ装飾は後でほどほどにしときますんで。じゃあスポーナー作ってこっかな。よいしょ。屋根つけて。あら、あ、いいんじゃないの。なんかあんまり。よし。で、トーチつけて終わりと。あとで横を埋めますね。そこだけちょっとね、どうしようもないので。終わりましたー。ってことで、一回ちょっと流してみようかな。ちょっと待ってください。余計なアイテムは入ってる。よし。骨。弓。で、糸をちょっと流してみますね。よいしょ。さあ、糸が流れていってる。流れていってる。よし。糸が流れていってますよ。無音でいいでしょ、これ。カチカチ言わないのが私、大好きなんです。糸入ってますね、ちゃんとね。OK。じゃあ、他のところには糸は入ってません。OK。じゃあ、よし。何も問題なく稼働してるみたいなのでスポーナーの方を作っていこうか。じゃあね、これとりあえず壊してですよ。ああ、これ吸い込まれて余計なボックスに入っちゃった。